種類食品流通のトップ商社国部グループ本社2024年度首都圏関信越展示会低温フレッシュデリカ事業展示会が7月2日から3日にかけて東京池袋サンシャインシティで開催されました。会場正面入り口には新たな食品業界の潮流を捉える6つのコーナーが設置されています。おかげさまで開場してからすぐに多くの方にご来場いただいて大変にぎわっております。暮らしと社会の機会創出ということで、お客様と小売業の接点を多くしていくということが狙いになっております。温度帯に限らず全国津々浦々からの魅力ある商品、大手小売業さんから個人のお店まで多くの知り合い人、多くの売り場を結びつけるのが我々の魅力だと思っております。一方こちらは首都圏全国エリア開発商品コーナー、地域ブランドを生かした商品とその開発力をアピールしています。地域の生産者の方と行政の課題を一緒に取り組んでいるブースになってます。これは下缶詰さんが製造しているイワシの黒アヒージョの缶詰、東京都の三宅島のパッションフルーツを使った果汁になってます。こういった各地域の課題取り組んでいる生産物を開発したり販路を広げていくっていう取り組みを今集中的に取り組んでます。日本の国に大相撲を背景に力水コーヒーを開発、縁起の良いコーヒーとして注目されています。このほか珍しいものが山ほど陳列されています。漬物製造時の大根端材を活用した新商品ザクーマ大根の醤油漬け味噌漬けはもったいないを活用しようキャンペーン商品となっています。こちらは関信越新潟主販開発商品コーナー、地域に根ざした独自のコンセプトで商品開発が行われています。乾杯ポテトという商品を一昨年から発売しておりまして、今回秋口に出す新商品、赤ワイン専用品種と白ワイン専用品種ということで、手前どものロシュマゼという赤フランスワインがあるんですけども、赤ワインと白ワインに合わせるような形のあえて強いフレーバーを出した商品になっています。ボジョレ・ヌーボーの解禁のタイミングに合わせて店頭化できればと思いまして商品を開発させてもらっています。一方メーカーコーナーには日本を代表するメーカーからローカルのメーカーまで全国から出展されています。今年は238社、前回に比べて32社が増えています。広島のおたふくソース、今やソース生産量は全国一とか。新商品発売させていただくことになっておりますので、こちらがコクとうまみのお好みソースで、より濃厚な味わいのソース、こちら塩分カットのお好みソースになっているんですけれども、隠し味にカツオカレブシ粉末使っていたりですとかレモン果汁使っておりますので、塩分気にされる方にも美味しく召し上がっていただけるかなと思います。こちらの9月ですね、24日発売の新商品になります。アルコール度数がですね 3% で、非常にこう飲みやすい飲料になります。キリンビバレッジの飲料、清涼飲料のブースの方になります。午後の紅茶も新商品も出ましたので、夏季限定ですけど新しい紅茶というところで、これから売れ筋の商品になってます。はい、こちらが9月2日発売の商品になっておりまして、コロンビアとブラジルベースの商品になっております。もともと業務用卸っていうことだったんで、品質には本当に注力しております。プロのお味をご家庭でお楽しみいただけるかなと思っています。岡山にあります主にあん製造をやっている会社です。こちらのぜんざいおしるこがですねリニューアルという形で新商品で発売されておりまして、拡大を、ね、狙って今頑張っております。会社として70年以上も創業してやっておりますので、はい、今日のおすすめはですね、2アイテムあるんですけど、一つは食べるラー油なんですけど、ごま油を使ってるということとか、あと具材がたくさん使われてるっていうのが基本になってます。ごまサブレっていう商品ですね。無添加で、あくまでその手作り商品なんですね。こちらは国部フードクリエイトのブースです。今年のですね、低温フレッシュデリカ展示会の方は小売業様の目線でということで、課題解決ということをメインに考えています。一つには私どもが従来より資本業務提携で取り組んでいます倉島乳業さん、この北海道の美味しい牛乳を使ったクリームを具に使っていただいたですね、八天堂さんの
クリームパンをですね、お作りしましたので、ぜひこれ見ていただきたい。それから出汁にこだわったラーメンが、各都道府県の名前が入っている、例えば千葉県産のハマグリのラーメンとかですね、そういったものもございますので、土地土地の名産ということもありますし、お出汁にこだわったということで、ぜひご試食いただきながらお楽しみいただければと思います。一方、こちらはメーカーブース。全国から低温フレッシュデリカ関係の事業者120社が出展。昨年より17社増えています。今日はですね、夏場に向けたピーナッツの商品、夏場に合う南蛮漬けを3種類ご用意しております。冷凍で流通して、店舗ではですね、冷蔵で販売いただくフロチル商品になっております。実は我々の看板商品はですね、このちりめん大豆という商品でございまして、国産の大豆とですね、瀬戸内海等で取れるですね、ちりめんじゃこを使って、もう大豆のタンパク質と小魚のカルシウムを一緒に食べていただける商品でございます。僕部が、数年前からタステナブルデリカというテーマでやらせていただいております。今回そのときめきつながるもったいないというテーマでやらせていただいております。つながるっていうのは全国をつなげることで、いろいろ産地とか、加工工場であったりとか、こういうのをつなげるっていうふうに称します。京都府産のサワラを使った西京焼き弁当ですとか、ここは神奈川県産のサバとか、こういうようななかなか産地を謳った今まで弁当ってなかったんですけど、こういうのを私たちが謳うことによって、この全国でこういうものを取れるんだよっていうのを訴えかけて、3種類のこの秘伝醤、豆板醤、甜麺醤、豆豉醤を事前にブレンドしてあげた、それを全部混ぜちゃったっていう感じのレシピが全部ここに入ってますので、裏の QR コードでいろんな料理が作れます。某2つのスーパー全店入ったので非常に動いてますね。グループ会社ナックスの取り組みについてお聞きしました。今回はお惣菜の課題解決提案ということで、3つのテーマを設けさせてもらっていて、ダイバーシティとウェルビーイング、ワークヤードマイナス 1.0 ということで、人手がいないので何か一つでも減らしましょうというのがご提案になっています。なのでスイーツなんかは自然解凍ですし、で国分さんと一緒にやっているディーツという形の、おからを使った、大豆のベーカリーをさせてもらったりしております。